私は9月の公演で初の主役に選ばれ、稽古に明け暮れる毎日を送っていました。でも一つだけ気がかりなことがあったのです。それは、で、その人は消えちゃったの。いやあのね、人形の話なんだけど。人形？人形？うちにある人形がちょっと変なの。変って？だいたいそんな人形があるなんて私知らなかったのよ。それが急に夢の中に出てきて、見るのはいつも同じ夢なの。私が廊下を歩いてると声が聞こえてきて、さとみちゃん、さとみちゃん、しまってある押し入れなの。それで私気になって、聞いたら昔からある人形だって。でもずっと前にしまい込んだものだからお前は知らないはずだって。でもまたしまい込んで夢に出られたら嫌でしょ。それで、さとみ、その人形って。え、何？ううん、ごめん。それで？それで床の間に飾ったんだけど、さとみちゃん、さとみちゃん、私の部屋覗いた？いや。
何も話してくれなかったわ。その人形今もあるわ、床の間に。でも気のせいかもしれないし、燃やさないとダメよその人形。え、燃やさないと。里美後ろ。さっきの人形のことなんだけど、やっぱりお母さんに聞いてみた方がいいと思う。うん、ありがとう。じゃあね。お疲れ。お先に。お疲れ様でした。悦子、さっきの人形に取り憑かれてるよ、絶対。絶対そうだよ。お疲れ様。でもやはり悦子の言葉は大変気になりました。もしもし、お父さん？え？どうしたの？お母さんね、タクシーに乗ってて事故に遭っちゃったんだ。お父さん、うち帰って休んで。今夜私が付き添うから。私よ。誰？覚えてない？覚えてないの？さとみ、お姉ちゃん忘れちゃったの？お家に返して、お家に返して。そのお人形、お寺に納めようと思ったの。どうして？だってお前が怖がってるし、そういう人形供養の寺があるのよ。お母さん、この人形何かあるんでしょ？何かって？私には死んだお姉さんがいたんでしょ？この人形お姉さんのだったんでしょ？なんで今まで言ってくれなかったの？お前がまだ赤ん坊の時のことよ。気にするといけないと思って。お姉さんね、寂しがって夢に出てきたのよ。家のすぐそばで死んだ人がいるっていうのに、パーティーなんて。休憩にしましょう。
さとみ、最近おかしいんじゃない？体調でも悪いの？ううん、そんなことない。こんなこと言いたくないけど、もしこの役無理だって思うならそう言って、私考えるから。うん、大丈夫、心配しないで。ねえ、人形のことどうだった？え？ああ、あれもういいの、全然気にしてないから。やだ、そんな変な目で見ないでよ。さとみちゃん、さとみちゃん、加減にそういう目で見るのやめてくれる？私の後ろに何かいるわけ？さとみ、話があるの。悪いけど役から降りてもらうわ。今のあんたじゃちょっと無理ね。分かってくれる？代わりは誰がやるの？悦子に頼もうと思ってる。まだ話してないけど。さとみ、知ってるんでしょ？主役は悦子よ。ちゃんと話聞いてよ。聞きたくないわよ。あんた人形に何かしたの？うちに一人でいちゃダメよ。こと言って驚かれるかもしれないんですけど、最近里美の後ろにいつも市松人形が見えるんです。里美には火事で焼け死んだ姉がいたんです。赤ん坊だった里美は主人がすぐ助け出したんですけど、姉の方がどこにいるか分からなくて、火の中から私を呼ぶ声が聞こえたんです。お母さん、お母さんって。お母さん、声を頼りに探し回ると子供の姿が見えたんで、私夢中で抱きしめて家を飛び出したんです。お母さん、お母さん。でもそれはお人形だった。確かにあれは火の中で動いたの。だから子供と間違えたのよ。その人形何だったんですか？わからない。昔からうちにあるお人形で。悦子さん、今夜うちに泊まってやって。今日から主人が出張なの。あの子一人だとなんだか心配で心配で。
私今近くまで来てるの。悦子？大丈夫？なんともない？大丈夫って、どうしたの急に。今どこにいるの？え？自分の部屋よ。その部屋を出ないで、すぐに行くから。人形は人の形をしていますが魂がありません。その隙間に時として魔物が入るのです。オンアボキャベイロシャノーマカボーダランマニハンドマシンバラハリバリタヤウ。オンアボキャベイロシャノーマカボーダランマニハンドマシンバラハリバリタヤウ。この者に心をかけてはならん。オンアボキャベイロシャノーマカボーダランマニハンドマシンバラハリバリタヤウ。オンアボキャベイロシャノーマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン。オンアボキャベイロシャノーマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン。人形を焼いた灰は姉の墓に手厚く葬られました。エミリー、姉さん泣いてるの？ううん、なんていうか素晴らしかったの。とても綺麗な顔で。その日から私は姉の魂を感じるようになったのです。幸運にも主役の座に戻って公演の初日を迎えられた私を姉はどこからか見守ってくれているような気がするのです。
先生、呼吸停止です。この前に全開。はい、残留。もうすでに心中。はい、酸素つないで。はい、プルス40です。点滴全開。はい、プルス30です。大丈夫よ。アレストです。お父さん死ぬわけないんだから。もう一度、80ワット。はい。1、2、3。ダメです先生、戻りません。反射ありません。10時31分、五輪銃です。私とユータをキャンプに誘ってくれたのは、それから数ヶ月経ったある日のことでした。父親を亡くしてからというもの、すっかり内向的で無口な子供になってしまったユータに、少しでも以前の元気を取り戻してほしい、そんな願いもあって、私はカズミの誘いを受け入れたのです。ちゃんとも仲良くすんのよ。うわー、すげーな。その時何かが滝壺からこちらを見つめ返したような気がしたのです。こんなところ落っこったら一巻の終わりね。よしてよ。ごめんごめん。さあ早くテント張らなきゃ。危ないよ、気をつけてね、足元。この子はいい加減にしないと。
だってゆうちゃんが。だってじゃないでしょ、仲良くしないと。わあ、仲良くしてるもん。な、向こう行こうぜ。待って、あっちだ、あっち。私も。ゆうちゃん、じゃんけんに負けたんだから、今から50数えるまで目隠しとっちゃいけないんだぜ。子供たちは？え？お母さん！おばさん！ユータがいない。あ、ちょっとあんたたち、ユータ君と一緒に遊んでたんじゃないの？くれんぼしてたらどっか行っちゃった。え？探してくるわ。ユータ！ユーちゃん！ユーちゃん！ユータ君？ユータ君？ゆうた、ゆうちゃん、ゆうたくん、ゆうた、ゆうた。ゆうた、あんた一体どういうつもりなの？え、どうして一人でどこ行ってたの？しなさい。どうしてそう勝手なことばっかりするの？どうしてそんなお母さんに心配ばっかりさせんの？拓也君にボール返しなさい。もう。あら、おいしそうでしょ。どうぞ。あったあった。どうですか、味の方は。おいしい。おいしい。本当？おいしい？いや、どれ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 。お母さんも味見をしてみましょう。どうだ、二人とも。おし、おへん。じゃあね、いただきまーす。うん、おいしい。水張ってないで、
食べなさい。おいしい？さっきお母さんも言い過ぎた。反省する。あのボールは僕のだったんだ。え？ほら、あの人！あの人が僕にくれたんだ！見てよ、あの人だよ！ほら、そこ！あの女の人、僕にずっとここにいてほしいって。バカなこと言うんじゃないの！お父さんに叱られなくちゃ分からないの？父さんだったら分かってくれるよ。行方不明の立て札？なんだか気味悪くなっちゃって。ああ、そうか、だからあんなにピリピリしてたんだ。でもさ、今日のキャンプって裕太君のために来たんでしょ？だから一緒に楽しまなきゃね。さあ飲もうよ。ビール冷えてるよ。はい。あ、ごめんごめん。今日は父親代わりだと思ってたのに。なんこれじゃあ雄太にあんなこと言われるのも当然ね。
ちゃ早く早く高子さん、ごめんなさい。私があんなところを選んだから。私黙ってたんだけど、昔あの山で子供を亡くした母親が滝に投身自殺したって、そう聞いたことがあったの。でもどうしてその人が言ったの？自分の子供だと思って引っ張ろうとしたのよ。そんな。私たちを見守ってくれていた。そう思うと私は嬉しさのあまりしばらく涙を抑えることができませんでした。お母さん早く忘れ物ない？行ってきます。行ってらっしゃい。
った。これでいいです。これこれ。はい、京子さんここアップ。アップアップアップ。でもゆかり、これじゃちょっと駅から遠すぎない？遠いから部屋が取れたんじゃない。だってこれじゃいちいちタクシー呼ばないとどこにも行けないでしょ。完全な予算オーバー。何よ、せっかく私が見つけてきたのに。初めに和風旅館に泊まりたいと言い出したのが誰だったか覚えていません。でも最後までこだわったのはゆかりちゃんでした。お部屋はお二階になりますから。二階さあどうぞ。階段の上がなんとなく気になりました。どうぞ。いらっしゃいませ。あ、2泊でしたよね。そうです。あ、それじゃすいません、前気になってますので。はい、こちらにサインお願いします。はい。ここって創業何年ぐらいなんですか？まだ新しいんですよ。以前はお屋敷だったんですが、それを旅館に改造したんです。じゃあ人が住んでたんだ。お預かりいたします。回すよ。よいしょ。はい。京子さん、念願の日本旅館に泊まった感想一言どうぞ。この旅館はちょっと、前通んないで。お邪魔。まだ言ってる。気にしない気にしない。では撮り直したいと思います。京子さん、ご感想を。この部屋は、あけみさんどうぞ。ちょっと待って、しょうがないね。素晴らしいですね。3階の珍味が並んでおります。京子さん美味しそうですね。ゆかり、行くよ。あ、待ってよ。何グズグズしてんのよ。行ってらっしゃいませ。あ、カメラ貴重品に預けた。あ、いけない。大丈夫かな。ねえねえ、どうせならここに持ってこない？私たちのヌードを撮るの。それって危なくない？お風呂で裸になってどこが危ないのよ。どうする？持ってきちゃおうか。じゃんけんぽん。あれ？どうかしました？あの部屋、何かあるんですか？いいえ。どんな方が住んでらしたんです？ええ、この辺の地主でメッカだったらしいんですけど、事業に失敗して
結局お屋敷を手放しちゃったんです。もう10年以上前のことですけど。はあ、何か見ました？ いえ、私の気のせいかと思いました。ちょっと派手かな。ねえねえ、京子さんどう思う？そうね。京子、寝るよ。こういう晩は男の話で盛り上がるんでしょ？男もいないくせに何言ってんのよ。それはお姉ちゃんでしょ。ねえねえ京子さんは彼氏いるの？いたらこんなことしてません。そうそう、いいわよ。京子さんと二人っきりの時に聞き出そう。おやすみ、おやすみ。おやすみ。何？ごめんなさい、トイレついててくんない？ねえ京子さん、彼氏いるの？いないったら。ねえ本当いるんでしょ？もういないってば。ゆかりちゃんはどうなのよ？一人にしないで。その夜は今からだとさ、よく眠れませんでした。ミニパークと美咲と両方行くのはちょっと厳しいよね。うん、じゃあさ、やっぱりファミリーパークだけにしよっか。ここならさ、いろいろ楽しめそうだし、のんびり見て回れるでしょ。うん、京子もそれでいいでしょ？え、あ、ごめん。しっかりしてよ。ゆかりは、部屋変えてもらわない？それじゃあ藤の間にご案内して。はい、どうぞこちらへ。どこに行ったのかな。カメラ。え？カメラがない。2階じゃない？おっと、意外なところから京子さんの登場。勝手に触らないで。ごめん。ナイスショット。ゆかりちゃんは旅館に残ると言い張り、
とうとうついてきませんでした。まったくさ、連れて行くんじゃなかったよね。京子だって扱いに困るでしょ。うん、確かに面倒くさい時はあるわね。でしょ、はっきり言ってやればいいのよ。いつまでも子供じゃないんだからさ。ゆかりちゃんどうしてるかな。心配ないでしょ。おかえりなさい。ただいま。ただいま。あ、おかえり。もうお風呂入っちゃったの。うん、ずっと旅館にいたの。そうだよ。あ、それどうしたの。お土産。ビデオ見る？うん、見る見る。京子やだ、行くよ。オッケー。なにこれ、ゆかり。その服、なんでそんな服着てんのよ。え、よしなさいよ、こんなもん着けるの。やめて、やめて。ちょっ連れてこなきゃよかったんでしょ。いたのね。私たちの話聞いてたのね。一体どういう気合なのよ。どうしてよ。ちょっと、ちょっと。
りちゃん、ゆかり、外に出たい、外に出たい、ゆかり、ゆかり、ゆかり、落ちたの、ここから落ちたの。そしたら首が一人にしないで、一人にしないで、一人にしないで。それから1ヶ月後、ゆかりちゃんは亡くなりました。やはりゆかりちゃんは私たちの会話を聞いていたのです。ビデオカメラを通して。あの部屋、お屋敷の娘さんの部屋だったんですって。病気で寝たきりで、無理して外に出ようとして、あの子の言った通り、寂しかったんでしょう。今は使ってないの、住んでるんだから。Underneath the sun that never crawls.